ご紹介に預かりました。愛知県名古屋市で活動しております神楽と申します。まずは皆様の前でもう一度作品を披露する機会をいただけたこと、本当にありがとうございます。今年のテーマは芸どころ名古屋、そしてど祭り。ど祭りと同じく峰山陶芸祭もこの地を盛り上げ、そしてお客様に楽しんでもらえるように全国各地からチームが集い、そしてさまざまな芸を持ち寄ってこの場に立っております。今年の作品別あつらえ参加は徳川宗春公がそうであったように芸どころ名古屋の繁栄を願い、そしてこれからの時代を新たに紡いでいく文化としてど祭りを絢爛豪華に表現いたしております。峰山陶芸祭ファイナルステージに立つために楽しんで作品作りに励んでまいりました。目指すは大賞奪還、ただ一つです。皆様の心に残る4分間お届けできるよう精一杯心を込めて演舞を披露いたします。どうぞ皆様ご声援手拍子よろしくお願いいたします。別あつらえ参加、光も霞む遥か空、次代を迎える文化の息吹、終わりの国名古屋。
たくさんのご声をいただきましてありがとうございました。神楽の皆さん、ありがとうございました。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 また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。